音楽の悩み何でも解決ひむべき兄さん。ちょっと長めのやつもう言えない人間だね。ちゃんと音楽の悩み何でも解決ひむべき兄さん。そう、全部ちょっとそのぐらいちゃんと気合い入れないと言えなくなってるよ、ひむさん。さあ、どうですか。うん、音楽の悩み何でも解決ひむべき兄さんですけれども、はい、このコーナーは曲が長すぎる、はい、ダメ、はい、ダメ。曲が長すぎる、うん、曲の共感できないなど、うん、リスナーの音楽に関する悩み要望不満を何でも解決できる私ひむべき兄さんが、解決するというコーナーでございます。はい、勝って日村さん歯がねえから喋りづらいんだ。なんだかな、絶対そうだ、絶対そうなのかな、うん、これ歯入れたら滑舌もっと良くなる、すごい良くなるかな、うん、うん。はい、今日はどんな、今日はですね、うん、こちら最近相当いいからね、ずっと、いや今週期待してください、設楽さん、いいですよ。ラジオネームチクチクバンバン、うん、こちらはですね、ひむべき兄さんこんばんは、うん、こんばんは、僕は最近 K-POP の女性ユニットにハマっています。ああ、まあ、多いでしょうね今ね、そういう方ね、うん、この番組でも俺も割とね、そうですよ、うん、何回か、曲がかかったのでテンション上がりました。 ありがとうございます。しかし一つだけ心配なことがあるんです。何でしょう。 K-POP のアーティストが日本で、テレビやコンサートに出るのは嬉しいんですが、うん、急に日本に来て彼女たちが日本の芸能界にうまく馴染めるのか心配なんです。うまく馴染めないせいで、彼女たちが日本嫌いになったら嫌です。あ、まあね、そこでひむべき兄さんの力で彼女たちが日本の芸能界に早く馴染めるように曲をアレンジしてもらえませんか。よろしくお願いします。確かにそれはあるよね、国が違うからね、はい、言葉の壁っていうのがまずあるしね、はい、うん、確かにある。そうなんですよ、うん、まあ、そういうわけでございましてですね、はい、K-POP、うん、まあいろんなね、今もういっぱいいますけども、少女時代からね、はい、うん、設楽さんが大好きな少女時代、はい、今ねセカンドシングルいいですよね、はい、G、 そうですね、かわいいんですよ、あれまさにこの G なんですけれども、うん、少女時代が日本の業界でもやっていけるように日本の業界の独特ルールを盛り込んでみようと。ああ、日本の業界の独特ルール、はい、なるほど、まずちょっとこの少女時代のですね G、うん、こちらをちょっとね、ちょっと聞いてみてください、G ね、こういう曲ですよ、はい、これ日本語バージョンですね、はい、Listen, boy. My first love story. My angel. And my girls. My sunshine.こちらが G ですよね。いいね。これラインダンスじゃないけど、こうね、システマチックというかね、うん、並んでダンスして、うんうん、でこう横にこう足クイックイックイって横スライドと、はい、これあと好きなのが、はい、これちょっと表現し、あ、わかりました。あ、ちょっと久さんが今ちょっとそれを日村さんに言って、はい、わかりました。こうやって出てくる。はい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 。なんつうのこれ。だからこう、手をこう曲げまして。指をこう1っていうね、トゥースみたいな。これは腕組む状態から、こう、1個指をね、トゥース的な感じに、トゥースはこうだけど、ちょっとこう、ちっちゃくこうまとめた感じのトゥースみたいな格好で、前にトン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 って出てくるんです。全然伝えられなかった。まあ、見てる人はわかる。ね。ここのとこも好きです。いや、そこも可愛いんですよね。可愛いんだよね。そのとこも可愛いんですけどね。ね、まあ、このもう、今大人気の少女時代が、これを日本の芸能界、日本の業界でもやっていけるように、うん、日本のこの、まあ、いわゆる芸能界、この業界の独特ルール。うん、これを盛り込もうと、うん。これによっても全然やっていけますよっていうね。マジで。なりました。大丈夫です。おお。じゃあ、楽しみだね。はい、聞いてください。うん、はい、少女時代の G、ひむべきバージョンです。うん、
えいえい、お疲れちゃーん、お疲れちゃーん。いや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 、今日はね、メアリフだよね。ああ雨降りね、雨降りメアリフね。ああ行っちゃう、行っちゃおうか。じゃあはい、ドーンバイオスカイでチャンネル見ながらザギンで指数チェックして、ちょっとたキャンキャンキャン、ベイビーベイビーベイビー、てっぺんぺんぺん、レジレジレジ、色ポンで人外怒らせ、チェーマン払って三カメドンして、ヘイディディディ打ち上げ場にって、ピー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 バターマストで、スープのザンパチブで、チャンネルがロゲ吐いた、ロゲロゲ恋するテンション肩落ち、ギャラとおっ払い支度で帰宅、はいドーン、ここでダーゲートン展開しねえ、としろちゃんでまず一やらせて、 No 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 ならざとけてくつめな、おおおおおお、しかれチンピラちゃんに出てきてボコボコ、チー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 、ケツカッチンなの、おいえい、ビチク離して、おいえいえいえい。説明なしではわからないですよ。説明なしでは聞いただけではわからないですよ。わからないですか？これ下さんわかるでしょ？いやいや、わかるの、ま、でも聞いてたら、流れてってどこまでかわかんないですよ。いや、メアリーフとかわかります？雨降りね。はい。はい。いわゆる業界用語なんですよ。いやいや、そうですね。はい。パイを使いで、チャンネル見ながら、ザギンでシースチェックして、ちょい。トタキャンキャンキャンベイ。いや、待ってください。だから、はい、パイオツ、まあ、おっぱいですね。はい。カイデがでかい。でかい。チャンネ姉ちゃん。見ながら、ザギンでシース、銀座で寿司。はい。チェックは、まあ、チェックですね。はい、はい。会計して。はい、ちょ、ドタキャンキャンキャンは、まあ、ドタキャンです、ね。ドタキャンですよね。うん、これはまあ、業界用語というか、ね。はい。てっぺんぺんぺん、レイジレイジレイジ。これ、てっぺんがレイジと、ね。いや、てっぺんなんですよ。あの、時計でね、見るともう、てっぺん。うん。一番、てっぺんです。そうですね。ねそれから、おギローポンで人外怒らせ、うん、チェーマン払って、三カメドンして、だから、六本木で外人さん怒らして、はい、チェーマン。まあ、一万ですね。払って、三カメドンしてって、いきなり急にこう、スタジオの、なんか、ディレクターみたいになってる。まあ、D とかよくね、どんどん三カメここドンとか行きますから。それさ、ちょっと待って、イメージですよね。イメージですよ。この、ザ・トンネルズ世代のイメージですよね。ドーンっていう、この、ドンショーガーっていう、ね。うん、その後、ADDD、これ。打ち上げバミって、まあ、打ち上げ抑えとけよって。うん、まあ、バミっとけと。AD にね。はい、で、PP、これプロデューサーですよね。これプロデューサーです。バーターマストでってことは、もうバーターを、必ずやれよってことですね。PP、PP バーターマストで。はい、スーブの、スーブのザンパチブでですね。これだからブスの、ブスの38の、はい、あの、デブだ。デブですね。スーブのザンパチブで、チャンネルがロゲ吐いた。ですね。38の、はい、あの、ブスのデブが、はいの姉ちゃんがゲロ吐いた。ゲロ吐いたんですよ。なんでこんなこと言うんだよ。ロゲロゲゴイステンション型落ちた、ね。すごいゲロでもうテンションが落ちたってことですね。ギャラと、ギャラと追っ払い。まあこれはね、ギャラを取っ払いでもらえると。うん、はい。自、うん、宅で帰宅。タクシーでね。はい。うん、はい、ドーン、ここ出た、いいどんでんがいです。何が起こるんですか、だい、これはまあわかると思いますけど、何が起こるんですか、タクシーで帰ったじゃないですか。ね、これ、いいどんでんがいし、ね、とうしろちゃんね、パツイチちゃ、ごめんなさい。ね、とうしろちゃんね、パツイチやらせて、ノー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 。これ素人の姉ちゃんに一発やらせてと。はい。で、ノー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 と。うん。なら、ザ土下で靴めな。これ土下座で靴を舐めるってことですね。そうですね。うん。シーカレチンピラちゃんに出てき、ん？なんだっけこれ。これなんだっけシーカレチンピラちゃんに出てきてボコボコ、あ、違う。違うな、なんだっけこれ。GGGGG の前だから、出て、出てきて、GGGGG か。うんうん。まあ、彼氏がチンピラはもう業界用語にしないです、ね。でもないですね。で、の兄ちゃんが出てきてボコボコにされると。はい。うん。で、ケツカッチンなの、おイェイ。これはもうケツカッチンね、次に。うん、あると。はい。うん、要が。ビーチク離して、おいえいえいえ。乳首離して、いつの間に乳首持ってる乳首はずっと持たれてるってことですね。だから、これは、まあ最初の部分では、うん、まあ、業界で、はい、感じで、
ぱい、おっぱいがでかい姉ちゃん見ながら、銀座で寿司食ってて、まあ、会計して、うんうん、で、なんか来る相手がドタキャンだったんですよね。そうなんですよね。もうてっぺんだと。もう12時回ってると。うん。うん、その後、ここは、この部分は全然、別にくっついてる一連の話じゃないんですね。ではないんですよ。ああ、なるほど。はい、ああ、なるほどね。うん。別に、別々のことなんだ。そうです、そうです、そうです。ちょっとそれをもう一回踏まえて、もう一回聞いてみたいんですけど。ちょっと聞いてください。うん。G、ヒムペキバージョン、ね。えいえいお疲れちゃーん。お疲れちゃーん。ねえ。ご、うん、そうですね。いや、今日はね、メアリフだよね。うん、雨降りね。雨降りメアリフね。あ、行っちゃう？行っちゃおうかじゃあ。はい、ドーンパイを使いでちゃんね見ながらザギンでシースチェックしてちょっとたキャンキャンキャンベイビーベイビーベイビーてっぺんぺんぺんレジレジレジ色ポンで人外怒らせチェーマン払って三カメドンしてヘイディディディ打ち上げバミってピー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 バターマストでスーブードザンパチブーでじゃんねーがロゲ吐いたロゲロゲこいつテンションガタ落ちギャラとおっ払い支度で帰宅はいドーンここで大どんでん返しねえとしろちゃんね松一やらせて No 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 ならざとけてくつめなおおおおおしかれチンピラちゃんに出てきてボコボコチチチチチケツカッチンなのおいえいビチク離しておいえいえいえいいや、いい語呂合わせですけど。いいよね。で、今さん、でもこれ、少女時代が日本の芸能界に馴染むために、何を学ばせるつもりですか、この。こういう業界用語ね。うん。うん、まず、この日本の独特の語呂をひっくり返すという言葉。すごいね、少女時代の G、G をここまでもう、すでに変えるって、早いですね。なかなかいいですよ、これ。ああ、面白いですね。これ面白いですよ。業界用語いいですね。ねえ。やっぱこのね、元の曲がこうテンポ良くてね。そうそう。ノリがいいから。ね。ああ。いや、いいですよ。いいですよね、これ。まあまあ、面白いですね。はい。よかったっすよ。